にちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は1月末にゲームパスに追加されるタイトルをすべてご紹介します。まさかの国産タイトルや有名タイトルだらけですね。ぜひ最後まで見てね。ハイファイラッシュ、1月25日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。バイオハザードシリーズの生みの親である三上真嗣さんが率いる丹後ゲームワークスが手掛ける最新リズムアクションゲーム。ついに Xbox ファーストタイトルから日本製のタイトルがリリースされましたね。ゲーム内容としてはステージクリア型で進めていく 3D アクションゲームに、音楽のリズムに合わせ戦うリズム戦闘をミックスさせた作りとなっていて、カラフルでポップなテンション高めな世界観を舞台に、猫ちゃんをお供にして走り回り戦い回ります。とてもとっつきやすくて分かりやすく操作していて気持ちがいいですね。ホラーゲームばかりリリースしていた丹後ゲームワークスから意外なタイトルがリリースされたなぁと驚きましたが、三上さんがかつてカプコンでデビルメイクライやビューティフルジョーを手掛けていた経歴を考えると納得なゲームですね。2023年1月になって早速ファーストから新規タイトルがリリースされるなんてびっくりです。めちゃくちゃ楽しいので、アクションゲーム好きな方はぜひ触ってみてください。ゴールデンアイ007、1月27日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。ジェームズ・ボンドが主人公のスパイアクション映画を題材にしたタイトルで、1997年に Nintendo 64で発売されました。数々のミッションをこなしていくステルスシューティングゲームで、64を持っていた人なら当時熱中された方非常に多いのではないでしょうか。 Xbox では新たに 4K でリマスターされたグラフィックに加え、実績への対応、操作性の改善などの新要素が含まれています。対戦プレイはローカルプレイでのみ可能となっています。また、今作はダウンロード版のレアリプレイ所有者の方には無料で提供される形となります。ちなみに今作のリメイク版が Wii で2011年にリリースされ、その後海外のみでゴールデンアイ007リローデッドとしてリメイク版が Xbox 360でもリリースされていますが、64版とはほぼ別物のような作りのリメイクとなっていました。こういったこともあって、今回は長年待ち続けた待望の64版のリマスターとなりますね。ロボクエスト、1月30日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。本作は1人または2人協力プレイが可能なローグライト FPS です。フィールドや落ちてるアイテムなどがプレイするたびに変わるダンジョンを舞台に戦い進めていきます。やられてしまうとレベルやアイテムは失ってしまいますが、強化した設備は失われないため、遊べば遊ぶほど次のプレイが楽になっていくようなゲームです。まさにガンファイアーリボーンのようなシステムですね。こちらもハマったら沼になるゲームですね。本作は PC ゲームパスの方ではすでにリリース済みで、今回新たに Xbox でも遊べる形となります。Steam の方では日本語対応しています。ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R、1月31日からゲームパスに対応します。2022年9月にリリースされたジョジョ最新作が早くもゲームパスに登場します。本作は PS3 で発売されたタイトルのリメイク版となっていて、システムの改善や新たなモードの追加、新キャラの追加、
声優陣のアニメ版準拠への変更など惜しみなく施されています。なんといっても最大の変化はフレームレートで、 PS3 では 30fps だったのが、今回 Xbox では全機種で 60fps 動作となっています。ただし今作はあくまでキャラゲーであり、本格的な格闘ゲームではないので、この点は注意が必要かなと思います。 60fps になったことで対人戦が楽しめる出来にはなりましたが、キャラの強さやバランスは明確に強弱がはっきり分かれていますし、意図してそういったバランスで作られています。逆ボタン連打でコンボがゲージ消費必殺技までつながるイージービートというシステムがあったり、全キャラ必殺技のコマンドは同じだったりと、覚えることが比較的少なく、駆け引きも純粋な格ゲーと比べると少ないため、格ゲーが苦手な初心者の方でもボタン連打で賑やかで派手な演出を楽しめますし、本作に格ゲー専用のアケコンなどは用意しなくても大丈夫かなと思います。本作は本格的な格ゲーとして見るのではなく、ジョジョのキャラクターたちを操作して楽しめるアクションゲームとして見ると最高のゲームです。なんといっても50人以上のキャラが自由に操作し使えるという点、第1部ファントムブラッドから第7部ティールボールランまで、すべての主人公とその名脇役たち、ラスボスを網羅しており、第8部ジョジョリオンの主人公ジョースケや馬王なども参戦しています。8部に関しては最近原作が完結したばかりなので、ラスボスが不参加なのは仕方ない気がしますね。特に第3部スターダストクルセイダースや第4部ダイヤモンドは砕けない、第5部の黄金の風あたりの人気作品からの参戦キャラはかなり多くなっています。原作再現やキャラのスタンド再現が見事で、特に各部のラスボスのスタンド演出は非常に凝っていて、ファンならたまらない出来となっています。キラークイーンのバイツアーラストでちゃんと時間が巻き戻ったり、プッチ神父はコマンドで14の言葉をちゃんと14回全部言うとスタンドが進化したり、本当にジョジョ愛で溢れている見事な作品です。実績も比較的簡単で、私は10時間のプレイで900以上取れています。あとはオンライン対戦系だけ残っているのですが、ぜひゲームパスに対応したら皆さん対戦しましょう。ということで、今回は1月末にゲームパスに追加されるタイトルをご紹介しました。なお、エイジオブエンパイア2やインクリナティなどは日本時間では2月1日のリリースとなるため、2月のゲームパスタイトルの紹介で詳しく解説させていただきますね。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報をまとめていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。 Twitter の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。